ヤン・リーフェンスは、オランダの画家。同じ工房で、レンブラントと競い合ったことでも知られている。ライデン生まれ。画家のアルノルト・ホーブラーケンによると、リーフェンスの父親は、タペストリー職人であった。リーフェンスは10歳頃にピーテル・ラストマンの元に送られ、2年間修行したという。つまり12歳の時に、一人前の画家として活動し始めたわけである。 若くして才能を認められたリーフェンスは振動として有名になった。特にコルネリス・ファン・ハールレムの作品の模写デモクリトスとヘラクレートスと自身の母親の肖像画は高い評価を得ていた。マウリッツは彼の作品に目を留め1620年頃には若い男性が読書する等身大の作品を購入している。リーフェンスは 自分の作品を英国大使に渡し、ジェームズ一世に献上されるようにした。そのためにリーフェンスは31歳でイングランドの宮廷に招かれている。イングランドから戻った後はアントワープに落ち着き、1638年に結婚している。当時リーフェンスは貴族や市長たちから多くの依頼を受けていた。ホブラー県によるとスキピオのは、 ライデンの視聴者のために描かれた作品である。ヨースト・ファンデン、フォンデルの詩の中では、リーフェンスがアムステルダムの市長の部屋のために描いた作品に言及されている。リーフェンスは1626年から1631年まで、レンブラントと共同で工房を構えていた。二人が共作した絵画は、スガキやエッチングを含めると24位ほどになる。リーフェンスは、 等身大の作品に優れ、そのドラマティックな構成は、カラバジョからの影響が見られる。二人は1631年に別れ、レンブラントはアムステルダムに、リーフェンスはイングランドに移った。イングランド時代には、第21代、アランベル博、トマス・ハワードの肖像を描き、またアンソニー・バンダイクの影響を受けた。また、アントワープでは、 アドリアン・ブラウエルと共同制作した。デンハーグとベルリンで宮廷画家として活躍した後、1655年にアムステルダムに戻った。最初の妻が亡くなった後、1948年にヤンデブライの姉妹と再婚している。1672年以降は経済的な問題を抱えるようになり、死後には借金が残ったようである。ありがとうございます。